日本猫の子はキツちゃんの尿小さくて、真ん中にちょっと細胞が2つぐらいから3点出てますね。あとは、まあ尿小さ的には赤血球、白血球出てないし、細胞成分もたまに出るのはいいですから悪くないですかね。尿塩中も出てない、それからあと血小成分も出てますね。これにちょっと重なる。尿塩値っぽいのが出てますね。これは細胞かな、これなんか尿塩値っぽいですね。こういったのとか、尿塩値って出てるの、これ細胞じゃなくて尿塩値出てますね。ちょっとはい、OK、ちょっと尿塩値が多いと